おはようございます。2019年の2月の3日朝の8時です。おはようございます。トレーニング22回目でございます。ロードワークです。よろしく。今日も、5キロ走ります。3日走って1日休む計算なんで、今日はちょっと飛ばし目に行こうと思います。28分切れたらいいなと、27分台で行けたらいいなと思ってます。まあ信号とかの待ちとかもあるんで、まあ、27分台で走れたら相当いいかなと思ってるんで。おはよう。まああとね、天気もいいんで、あったかいんで、風もないですね。今日は信号にさえ捕まらなければいい感じで走れそうですね。電波問題ないですね。気合い入れていきましょう。5分走ってる間、10分から今日走り始めるんで、誰かタイムキープできる人いたらよろしくお願いします。じゃあストレッチから入ります。電気係は頭悪いのでタイムキーパーできません。いいね、面白いね。まあそういう時はね、頑張れとかね、ワード頑張れとか、気合い入れてこうとか、まあまあスポーツらしいポジティブな言葉をかけてくれるとありがたいですね、走ってる時にね。じゃあ米ビュー入れます。昨日ダッシュ入れたからちょっと筋肉が硬いっすね。のんちゃんがストレッチしてくれたからだいぶそれでも軽減されてるけど、天気いいね今日は。あれ音出ない。はいはい、猫の目おはよう。私今から電車やからタイムキーパーできひんねん。まだ頑張って。あ、いいよ。ありがとう。仕事かな。仕事だね。頑張って。今日も頑張ろう。今日も一緒に頑張ろう。仕事やねん。仕事か、朝早いな。肉まんさん、和戸監督おはようございます。おはよう、風船ありがとう。おはよう。もう100キロ以上走ってんな。今日で110キロ目か。捨て頃までに500キロ走る計算っすね。500キロ。
足の筋肉今日硬ってーな、なんだろうこれ。ちょっと筋が張ってますね。だんだんあれだな、老けてくると親父に顔が似てきたな。タイムキーパーのボー。さん、定期ロードワーク中のコメントは気をつけてください。応援のコメントお願いします。定期係の任には空気読めなくてコメントして注意されたことあります。愛すべきポンコツたち。ボンは、ボンは寝てた。ボンは今日いないかな。まあいいか、タイムキーパーいない日もあってもいいか。今日は誰もいなさそうだな。日曜の朝は人集まんないね、いつもにまして。意外とみんなリア充なんだよな。いやー、筋が張ってるな。今日は飛ばすよ。そそも最近来ないね。ニンニさん、定期10分から走ります。誰かタイムキーパーお願いします。ね、頼みたいね。まあまあまあ、いなかったらいなかったで、ちょっとね調整が難しいけどね、メガネかけてないから文字が小さくて読めないんだけど、まあしょうがないよね。まあ誰かやってくれると嬉しいっすね。1分経過、2分経過ってね。さあ1分後走ります。まあ今年、今日は27分台で走れたら合格で、それで行きましょう。折り返し地点でね、15分台で行けたら多分出るタイムだと思うんだよね。頑張りましょう。20秒。新宿。山手通り走るよ。行きます。片岡清彦座孫悟空さんと書いたのは、
彦さ、孫悟空さんすげえとこ住んでるんだね。30秒早いよ。まだ5分経ってないよ。15分で5分、16分で6分、
いよ、続けて。間違ってもいいから続けて。諦めないで。
了解。ハーフ。
はい、そうそう37、
よっしゃ、自己ベスト、36分、じゃあ26分40秒自己ベスト。お疲れ。来た来た、26分台。来た。今日のタイムキーパーは、ソソ、ありがとう。来た、26分台来た。ついに来た。今日のタイムキーパーソソです。ソソ、ありがとう。花火5発ですね。ニンニから1発、ソソから4発、合計5発です。タイムキーパーやってくれてソソ、花火4発くれてソソ。あと、ニンニ花火1発ありがとう。今日は自己ベストの26分40秒です。こっから5本か。きついな。ソソさん、見た目むちゃ強そうだぜ。いや、強くなってるよ。信号込み、こんだけの坂道で26分40秒だよ。平坦な普通の道だったら俺25分切れるわ、今だったら。ありがとう、タイムキーパー。じゃあ5本走ります。ありがとうございます、皆さん。ソーソーさん、東京マラソン出る？出ない。走んの大嫌いだ。出ない。でも体重かったな。昨日のチャーシュー食いすぎでもっといけたな。10秒もうちょい縮められた。6分30秒いけると思う。26分30秒、ちょっと体重かった。明日は休みます。3日やったんで。絶対やらない、こんな体に悪いこと絶対やらない。これ寿命縮めてんだからね。こんな体に悪いこと絶対やんない俺は。すっぱりやめてやるかって、こんなもん。みんなバカみたいなことすっぱりやめてやる。捨てぼろまでの辛抱だよ。いや、体に絶対悪い、こんなの。俺はやだ。俺はアーティストだから。俺はアーティストだから。ファイターじゃない、アスリートじゃない、俺はアーティスト。バリルボンさん、アーティストも体力いるよ。ミークさん、適度な運動だ。片岡清彦さん、孫悟空さん、第4丸。これ多分25分台で完成だな。多分25分台で完成だと思う。そろそろ分かってきた。どんだけトップで走っても25分だよ。20なお信号込み坂込みで25、それ行ってそれをキープできたら完成形だね。でまあ1ヶ月でここまで走れるようになると思わなかったね。2ヶ月かかると思ってた。次のステージ行こう。ダッシュと腹筋だよ。次行こう。
次のトレーニング行こう。これはもうルーティンで続けて。体がやっとジム通えるところに入ったね。昨日でも腹筋1回もできなかったかな。多分今日も10回くらいしかできないと思うけど、明日の分しっかり休んで腹筋マッサージしてストレッチしてできるように整えとく。日曜日だからランナー多いね今日は。いきなりハードなことできない。腹筋50回75回でへばってんだから。ベンチプレス120キロ上げろって言ってんのようなもんだよそんな。そうそうさんはなどじゃないよ。ニートを舐めたらあかんよ。途中で止めるやつじゃないの？ダタラージャさんおはよう。おはよう。動画ツイッターに送っといて、ツイッターでみんなが見れるようにこれやれって。今の方がダメなやり方を。100回やれって言われてんだよね。できれば200、最終的には200。50を2セットってドルさんには言われてる。2日目1回もできなかった。じゃあダッシュ5本、ニンニから1発、ソツから4発いきます。感謝のダッシュ。明日休みなんで追い込みましょう。これ1メーターって何歩くらいなんだろう。1メーターって何歩くらいか分かる？大体1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、
そう、参加力ジャンプするぐらいは1メートルぐらいじゃない。やっぱ 30m ダッシュだな、これ。66歩だから、30m ぐらいだな、これ。あそこらへん、わかんないよな。80センチか。66かけたらどうだ ?86、48。あ、やっぱ50メーターぐらいあるか。50メーターないぐらいなんだよね。そこの、バス停のちょい先。あそこらへん。もちろん、坂道だよ、毎回。多分35か40ぐらいなんだよね。まあ、これくらいでいいよね。こっから先、道路が入っちゃうから、飛び出してくんの。ここだと飛び出してこないから、誰も。そこだね。そこらへんまで。何言ってるか分かんない、ニンニ。80センチ。まあまあ30。もうちょっと分かんないわ、世界観が分かんねえよ。1本目いきます。いきます。バカすぎるな。さすがにもう1メートル100歩はついていけないわ、俺。1メートル100歩は1メートル100歩は多分雑談たぬきで語り継がれるレベルだよ。これもう狐綿で絶対定期1メートル100歩って書かれるよ、これ。運動神経ねえんだからしょうがないじゃん。あーきつい。あ、少しね、マジダッシュが一番ね、応える。でも息上がらなくなってるね。ダッシュした後息上がんなくなってるわ。前さ、ギャーギャーみたいになってたもんね。おはよう。あー、息上がんなくなってる。心肺機能上がってるよ、絶対。もうちょっとびっくりだね。じゃあ2本目。20m が30歩、 20m が30歩、まあ、うん、まあそれくらいか。じゃあ 1m 100歩じゃないじゃん。カリコさん頭のブルーじゃないショー。2本目。まだブルーじゃないね。きつい。1メートル100歩は絶対違う。1メートル100歩は絶対違う。っていうか、ソースが知恵袋かよ。やべえな、ほんと。知恵袋民だったか。そうそう、3WWW2130150歩書いてあった。1メーター150歩って書いてあった。嘘を嘘だと見抜けない人は、掲示板を使うのは難しいっていう、
2チャンネル創設者西村博之の言葉を思い出しますね。カリカリさん、すごい雰囲気変わりましたのか。変わった3本目。そうそう、さん、ニタニタすな。トレーニング後にしようよ、雑談。クラクラする。もうラッシュで魂使い切る気持ちで走って、全部使い切る気持ちで、ゴング前の残り10秒のラッシュだよね。ちょうど多分それくらいの時間だよね。カンカンってなって認識してからの残り10秒のラッシュのイメージで、もうどうにでもなれクソっていうね。4本目。ラスト、カリカリさん、赤坂の心臓破りの坂ダッシュ。LSD さん、22回目って書いてあるでしょ。毎日やってるよ俺。舐めてないよ。舐めてんのあんたのコメントだよ。もう1ヶ月やってるよ。あんたが見てないだけだよ。ラスト。お疲れ様です。お疲れっす。LSD3 たった1ヶ月かよ。そうそう302。よっ。
ピーカン。LSD3 携帯片手に舐めすぎだわな。通過1ヶ月しかできてない証拠だね。行き切れすぎ。ハリーさん、この子褒めて伸びるタイプなんです。これすごい軽いよ。びっくりする。すごい軽い。髪はブリッジしたね。ブリッジした。俺も三日坊主だよ。俺も一緒だよ。三日坊主だよ。一緒一緒。気楽に行こう。花火ありがとう。どんつき。対戦相手は2キロ走ってる、2日走っただけでドヤ顔してツイートやってたよ。 LSD 対戦相手は2キロ走ってめちゃめちゃしんどそうな顔で俺頑張ってますってツイートやってたよ。俺すごいっしょ、頑張ってますって。向こうには負けるよ。ああ勝てねえ。2キロ走ってぜーぜー言ってドヤ顔してんだもん。勝てねえ勝てねえ。どれだけやっても辛いよ。慣れないよ。毎日辛いよ。どれだけやっても慣れないよ。かわいそうだなこいつ。練習、あの練習見てみやびすげえって言ってるやつは格闘技のにわかだよ。あんな見せパンチ、ミット当ててもらってんじゃん。こうやってよく見ろよ。あらカズさんの当てるのがうまいんだよ。ミット、宮城のパンチなんか全然切れてないよ。カズさんが接待で合わせてくれてるだけだから。分かる人が分からん。あんなの倒れやしねえよ。ハードル上げてってるよ、どんどん。タイムもピッチも上げてるし、ダッシュも入れて腹筋も入れてるよ。でこっからジム通うかんね。ジム代稼げたのね。ジム代がね、まあ、興味がある人は毎日見てよ。明け方トレーニングしてくから。いやリスワンとか興味ねえわ。金梅さんが寄ったんでしょ。取るべき人が取るよ。いや俺正しいこと言ってるだけだから。弱いおっさん引っ張っただけだよ。煽りもクソもねえわ。タイマーのんちゃん
はい、それではちょっと一回ここ腹筋やる。10位でも10万なんだ、すごいね。どうしたのんちゃん。のんちゃん狭いところ好きだよね。大丈夫、いいよいいよ。じゃあこれをあげたかったの、うん、お前ら言うことコロコロ変わるな。詐欺をした奴は許せないとか、お前は詐欺が一番お似合いとか、もうわけわかんねえよ。お前らの世界観よくわかんねえわ。なんかこれ持ち上げて、なんかこれ上にこっち側に、これずれるの嫌なんだ俺。腹筋ができない。そこ片して上、ここ全部どかして。これのんちゃんの荷物置き場じゃないから、棚作ってあげる乗り子棚だ。そこの上にはずらさないで。ついにはトレーニングと関係ないこと言い始めたな。蓄能症がどうとか、バカだろこいつ。トレーニングと何の関係もねえこと言ってるぞ。病気だな。花火上がってんのが悔しいのか LSD。 お前と俺じゃ格が違うから。おへそを見るぐらい軽く上げるだけ、おへそを見るぐらい軽く上げるだけ。しかし早く30回セット数増やす感じでいいと思う。まあ無理せずに、へそを見るぐらい軽く上げるだけ。了解。いや頑張んなくていいよ、無理したら続かないから。っていうかね、こんなのやらなくていいんだよ。普通の人はやらなくていい。こんなバカがやることだから格闘技なんて。オッケーオッケー。いやー多分一回も上がんねえだろうな今日。狙える？うん、行くよ、せーの、せーの、よいしょ、サンキュー、ありがとう、のんちゃんサンキューね。何回かできるかな。
っかり作って。うるせえな、コメントでぐち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 。人のこと応援するのと横から口出すのは違うよ。できないやつから何か言われたくないんだけど、頑張れって言えない大人は嫌だね。配信やってるとよくわかるよ。もう本当に格闘技やったこともないのに、自分では1キロも走れないのに、腹筋10回もできないのに、何々だと意味ないとか、もう検索して書いてあるプロのやつを頭でっかちになってて、自分はできないのにプロの技術ばっかり詰め込んでて、コメントマウント、もう全然意味ないよ、全然意味ない。すごい格好悪いよ。あいつ口だけだよねって言われちゃうよ、周りから。いい大人が恥ずかしいよ。上の方が効くね、これ。
バッキバキには割れてないけど、腹筋は出てきたかな。バキバキに割れてはないよ。でも、確実に腹は引っ込んだね。今こんな感じかな。乗っかってたのは全部なくなった。乗っかってた部分は。まだ割れるまでは2、3ヶ月かかんじゃない。こんな感じですね、今横っ腹は。横が、横っ腹とか横から見たら、まあ、ここにうっすら線がカットが入り始めたぐらいで、くぼみができたぐらいだ。ここら辺で、ね、横から見たらだいぶ違うでしょ。うん、のんちゃんごめんね、ありがとう。のんちゃんが大変なことになってる。ほら、のんちゃんそう格好で寝たらダメだよ。寝相がめちゃくちゃだからな、どんどん。結構すごい形でいつも寝てるんだよね。うまい。締めのシャドウ行ってくるわ、のんちゃん。軽くシャドウで終わりです。じゃあそれ腰悪くするからダメだよ。返事はうーんって元気や。振り返りの腹筋ストレッチ、そうだね。あと湯船使ってゆっくりかな。
全部こっちだよ。右手こっちねじ込むの、こっからこう回転力、うん、こうじゃダメ、こうフックもこうじゃダメでこう、うん、グンアッパーもこうじゃなくてこう縦2本、うん、ってパンチはこうね、うん、こう回転、これが普通、回す。むしろ回転がつけばつくほどいいっていう。パパンって。そっちの方向向いてていいんだよ。グンって。これダメな。これは横幅が広い。グローブすり抜けない。ガードの隙間縫うためにグンって俺はカズさんに教わったし、ドレさんに教わったけどね。アッパーは縦、うん、ドンって、うん、おや、オッケー。
タイマーは6月だね。キャラクターの問題じゃないの。すげえな、さ、じゃあシャドウなんてジムでやれよとか言い出してるよ。怖っ。シャドウボクシングもできないんだ日本って。嫌な国。怖っ。生きてて楽しいの？なんかそれっぽいこと言ってるけど全然共感できないんだけど全然中身がないし考えてないでしょ。自由って何なんだろうね。怖がるってなんだよな。
シャドーボクシングを外でやったらダメなんだ。いや、こんなトレーニングなんてもう最高に嫌だね。早くやめたいね。でっ嫌い。いや、自分がまともだと思ってるやつは一番おかしいっていうのがよくわかるよ。まともなふりした気違いが一番怖いよね。自分がまともだと思ってんだよ。おっかない。叩ければ何でもいいんでしょ。何でもかんでも批判したいんでしょ。で、他の人がやってたら毎日外で練習して偉いな頑張れとか言うんだよ。こういうやつはジムがなくてもできることはあるとか言ってコロコロ変えんの。病気だよ病気。応援できない病気だよ。俺の親父は毎日外でシャドウやってたけど俺の親父毎日バカみたいに外でシャドウやってたけど。わお、ボーナスありがとう。お、ボンが拾った。おめでとう、ありがとう。俺の親父なんか公園にサンドバッグするしバシバシ叩いてたけど。アイテムありがとう。KP ありがとう。にわかをしまする。俺の親父世界大会出てるけど。にわかはてめえだよ。にわかはてめえだよ。バカが。俺のやる世界大会何回も出てるわ。親父が言ってたな。バカほど理屈を打たれるって。やらないやつほど理屈を打たれるって。親父の言葉を思い出すよ。やったこともないやつが吠えるって。中島みゆきも言ってたな。戦わないやつが戦う、君の歌を戦わないやつが笑うだろうって。こういうことなんだ。いや、お前には関係ねえから孫悟空。お前には何の関係もねえから。すげえな、こんだけ一人で路上でシャドウで誰からも共感得られてないってすごい。100人見てるのに誰からも共感得られない。一人で戦ってんの。バカだろ、気づけよ。自分がいかに恥ずかしいこと言ってるか。笑われるぞドレさんに。ドレリスってこんなレベル低いのって言われちゃうよ。総合格闘技の走りだね、キックだね。で、異種格闘技でムエタイとかでやってた。立ち技のキックの走り、キックボクシングの立ち上げの段階、日本の。元は空手かね。バツスーさん、ありがとう。元プロだが公園で普通にシャドウやってたぞ。
はい、元プロから言われてるけどどうなんだよ孫悟空よ。ちなみにさ、片岡清彦さんのボクシング歴を教えてください。片岡清彦さん、ボクシング歴を教えてください。みんな楽しみにしてるんで、ボクシング歴どうぞ。片岡清彦さん、ボクシング歴どうぞ。なんだって孫悟空の片岡清彦さん、ザ・孫悟空さん、聞こえてますか。毎日プロボクサーのバツスーさんは普通に公演でシャドウ毎日やってたそうですけど、キャリアを教えていただけますか。格闘技の清彦さん、どんなキャリアなんですか。どんな経歴をお持ちなんですか。格闘技みんな楽しみにしてるんですけど、どうしました。コメント遅いですよ。さっきまで路上のシャドウについては生きってコメント走ってましたよね。どこ行ったんですか。9年間やってるプロボクサーの方がコメント書いてるんですけど、片岡さん、さっきまでコメントずーっと止まんなかったっすよね。片岡さん、どこ行ったんですか。片岡さん、都合が20年ぐらい何をされてたんでしょうか。はい、20年ぐらい何ですか。インターネットですか。2チャンネルですか。何ですか。20年何でしょうか。25年ぐらい何ですか。インターネットですか。何ですか。俺の頃は、何、ダイヤル、ダイヤルアップでインターネットをやってた。何を25年やってたんでしょうか。どうぞ、応答どうぞ。どうぞ。いやいや、得意げに声荒げて恥ずかしいとかじゃなくて、僕は質問をしてるんです。路上でシャドウをやるやつなんか一人もいないっておっしゃってたんですけど、何歴が20年なんですか。具体的にお願いします。25年何をやってたんでしょうか。どうぞ。何歴ですか。シャドウボクシング歴25年ですか。片岡さん、片岡清彦さん、ドレさんのリスナーさんですよね。片岡さん、フォロワー3人の片岡さん、どうぞ。25年何をされてたんですか。コメントですか。音どうぞ。あんまり生きてると晒し上げるロックオンだからな。あんまり調子こいてってロックオンだから。もうほんといい加減にしろよ。多分お風呂場で一人で部屋の中でシュッシュッて、電気のカチャってやるスイッチを25年間一人でシュッ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 プラプラ電気のやつシュッシュッて25年間一人やってんだ。外でやるやつは本当マナー違反。シュッ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 て。聞いてるとかじゃなくて、何を25年なんでしょうか。片岡さん、日本語通じます。片岡さん、何が25年なんでしょうか。119人フォローしてて、フォロワー3人の片岡さん、どうぞ。25年何やってて。君さ、聞いてるじゃん、わらわら。路上のシャドウがいかに恥ずかしいか、いろんな意見回ってみろよ。いろんなボクサーのトレーナーに聞いてさ。今度ボクサーじゃなくてトレーナーの話ですか。プロボクサーの人コメント書いてますけど、ドレさん呼びましょうか。ドレさん、あなたの大好きなドレさんに聞きましょう。シャドウを路上でやるかどうか、ドレさんに聞きましょう。新宿なら有名ジムあるんだから、まず聞きに行って笑われてこいよ。笑われるのはあなたですよ。トレーナーに路上でシャドウすんななんて言われたことねえよ。いやー、面白くなってまいりました。捨て頃 2.5 だね。捨て頃 2.5。 片岡さん、僕の質問は一つです。25年間何をやってたんでしょうか。何のキャリアが25年なのか、そろそろ、はい、書いてもらえますか。聞いてるとかいらないんで。ロッキーもシャドーボクシング外でやってましたけど、ロッキーを演じてくださいって何の話ですか。ロッキー見たことある人だったら、シルベスタースターローン思いっきりシャドーやってますけど、どうします。もう苦しいっすよ。
もう苦しいっすよ。謝った方がいいんじゃないですか。ギブった方がいいんじゃないですか。思いっきり、あの階段のシーンでこうやってるシーン見たことある人いっぱいいますけど、こうやってるシーン、あのテーマソング流れてる時のシーン、こうやってません？あれ路上ですけど、世界万国共通、外でシャドウやるんですけど、もう苦しくないですか？あ、聞こえないんですね。聞こえないんですね。はいはいはい。どうもどうも。K.O. ああ、面白い。バカばっかりや、ほんとに。こう、100人が見てる前で、片岡がバカだっていうのを晒してあげたからね。うわ、片岡、寒っていうのをね。いやー、朝からね、もう片岡清彦伝説が始まったよ。片岡清彦。バツツーさんの、俺プロ9年やってたけどが面白かったね。流れが一気に変わったね。タオル投げよ、もう。ミュートしちゃって聞こえないんだって。わーって言ってんのと一緒だから。ぶっ壊れたから、片岡。聞こえない、わーつって。ダッセーよな、ほんとに。もうこんなのが腹筋がどうとか、トレーニングがどうとか。さっきなんてひどかったよ。おい、お前よ、こんなトレーニング初日から飛ばしてんじゃねえよっていうコメントがあったの。でもここに、22日目って書いてますよって、1ヶ月やってますよって言ったら次の返しが、最初のコメントがこれだよ。おい、初日からそんな生きって飛ばしてんじゃねえよ。体壊すぞ。いや、もう1ヶ月やってますよ。1ヶ月で、その程度で息上がってんのかよ。ダセえ。もう意味がわかんないでしょ。もう、一言で論破されたら、もう自分の、一個前のコメントの主張を覆すんだよ。アンチって。そんなに、初日から飛ばしたらダメだが、22日やってるって論破されたら、1ヶ月やってそれかよ。だよ。もう、わけわかんねえ。いや、普通に、結構ね、警察官の人とか、体鍛えてるから、ボクシングとか好きだからね。いや、間違い認めない大人、クソダサいよ、ほんとに。もうネットの知識でパンパンなんだよ、もう。自分はプロボクサーの。もう。リングにも上がったことないくせに。なんなら多分ジムにも行ったことねえよ、こいつ。こっちのセリフだわ、ほんとに。もう苦しいって。もうやめな。もうやめな。久しぶりに爆笑したいありがとうは、もうちゃんちゃらおかしいって。茶番にも程があるって、ほんとに。もう苦しいって。もう誰も君のこと守れないから。もうやめな。傷が深まる。もうギブした方がいいよ、ほんとに。もうほんとに、ドレさんも爆笑レベルだよ、こんなの。もうドレさんが恥かいてるから。ドレさんが。もうやめなさい。もう。もうやめなさい。苦しいよ。もうタオル投げろって。いい加減。何が孫悟空だよ、本当に。鳥山明に怒られるわ。っていうか、バツツーってプロボクサーだったんだね。っていうか、意外とボクサー、いや、来るよ。普通の人って何？さっきはボクサー目線じゃなかったの？今度は普通の人目線ですか？ちょっともう何なの？さっきは20年何かをやってる設定だったじゃん。あ、ごめん、25年か。今度は何？普通の人目線で語り始めたの？え、あなたはどこの、あなたの目線を聞きたいの？他の人を置いとこう一回。
他の人置いとこう。ネット民がとか一般人はとか普通の人はとかいいから、あなたは誰で、あなたのキャリアとあなたの目線はどこ行ったの？え、なに？客観的な意見を言ってたの？客観的な意見を。一般論はそうだけど俺はそう思わないみたいな感じ？一般的には迷惑かもしんないけどボクサーならやるよねみたいな保険かけ始めたの今度。かっこいい。ブレブレー。もうついてけねえわ。ねえ、清彦さん、ところで何が25年なのかそろそろ答えが聞きたいんだけど。ねえ、25年何だったっけ？そう、エレン・イェガーさんも気になってしょうがないんだけど、20年だか25年何をやってたんですか？そろそろいいっすか？いただいても。聞こえないっすか？まだ。ミュートしてるから。25年何をやってた方なんでしょうか？ニートですか？無職ですか？すねかじりですか？何を25年やってたんですか？片岡さん。コメント歴ですか？何ですか？2チャンネラー？待ってるんですけど。ねえ。片岡さん。清彦さん。もう全然よくわかんねえわ。片岡さん、清彦さん、おかしいな。いや、あなたの意見どうでもいいんですよ。ねえ、25年何やってたのか教えて。もう俺の話いい。あなたの意見もいらない。片岡さん、そろそろ25年の経歴が知りたいんですけど。清彦さん、ギブ？もう答えらんないの？もうギブなの？いや、っていうかね、もうね、やったことないならやったことないで別にいいじゃん。別にそれが悪いことだと思わないよ。俺が言ってんのは、マウント取るなっつうの、嘘ついて。それが一番恥ずかしいっつうの。知らないなら知らないでいいじゃん。普通に応援したいなら応援したいでいいじゃん。何をムキになってんの？いい大人が。知らないことは恥ずかしいことじゃないよ。別にみんな素人なんだから。お前だわ、痛い人は。ブーメランだわ。どの口で言ってんだよ、お前。何が痛い人だ。お前が痛い人だわ。めちゃくちゃだな、もう本当に。
もうやだ、もうネットこんなの。いや、もういい、いい、いい、もう。絶対答えないよ。タバコの銘柄はアメスピ、アメリカンスピリット。長いなぁ。どうしたの？長文書いちゃって。昔は環境があまりなかったから、公園とかでやる人も少なくなかったと思う。あれ？あれ？親父の話したけど、昔の話したんですけど、片岡さん。どうしたんですか？弱気ですね。昔は環境があまりなかったから、公園とかでやる人も少なくなかったと思うけど、今は時代が違うよ。得意満面であんなシュッシュシュッシュシャドウ家の前でやって何かを訴えてるのか。長いですね。どうしたんですか？聞いてるんですか？ちょっと文面が長いですよ、分量が。どうしたんですか？昔は違った言い訳始めたんですか？今度時代の話ですか？時代は変わった話ですか？今も昔もやってますって、元プロの人が。片岡さん。片岡さん。片岡さん。外でシャドウやったらダメなんですか？外でシャドウやったらダメなんですか？なんでですか？意味がわかりません。なんでダメなんですか？外で、シャドウやったらダメな理由を教えてください。意味がわかりません。誰もフォローしてくんないですけど。なんでダメなんですか？ちなみにあなたの経歴まだ聞いてないんですけど、25年何やってたんでしょうか？どうしたんですか？何歴なのかわかんないですけど。プロや元プロには専門家だし意見するつもりはないです。あ、そうなんだ。素人はやっちゃダメで、プロはやっていいんだ。片岡さん。どうして？プロボクサーは外でシャドーボクシングやっていいけど、素人アマチュアは外でシャドーボクシングやっちゃいけない理由は？理由を教えてくださいよ。わかりました。プロには意見をしないっていうのはよくわかりました。うん、なんでですか？なんでダメなんですか？素人とプロは悪いけど土俵が違いすぎる。あなたはプロなんですよね？あなたはプロ20年やってるんですよね？アマチュアの頃もやってましたって言ってますけど、片岡さん。格闘技やったことある人手挙げてもらっていいですか？ジムに通ったことがある。試合とか出たことなくてよくて、ジムとか、何かしらの格闘技習ったことある人手を挙げてください。プロでも構いません。アマチュアでも構いません。格闘技習ったこと、空手でもいいですよ。キックボクシングでもいい、ボクシングでもいい。ある人、空手でもいいし、柔道でもいいですよ。ヨネクラです。何でもいいんで格闘技やったことある人手を挙げてください。お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。グリグリさん、ザム園長さん、エレン・イェガーさん、バツスーさんはプロ。この方々に聞きたいんですけど、外でロードワークの後にアマチュアでもプロでも構わないんですけど、シャドーボクシングやるの、やったことありますよね？どうですか皆さん。シャドーボクシング、じゃあ今度やったことある人手を挙げてください。まあ、柔道とかだったらまあ、なんかこう、なんつうの、組のイメージトレーニングとかでもいいんですけど、シャドーに近いもの。よくあるそうです。片岡清彦さん、よくあるそうです。はい。どうなんでしょうか。エレン・イェガーさんもあるそうです。ザム園長もあるそうです。その上でコメントを読みますね。片岡清彦さん。プロや元プロは指導者と変わらないので僕ごときは意見できません。なんであなたは僕に意見をしたんですか？あなたはちなみに20年何をやってたんですか？苦しいですよ、さすがに。プロボクサーはシャドウやってよくて、なんでアマチュアダメなんですか？僕がやったらダメなんですか？なんで僕にだけダメだっていうのを教えてください。なんでですか？いや、本当だよ。これだけ言われてんだよ。たまには言わせてもらうよ。こんな毎日毎日わけのわかんないこと言われてさ。20年何をされてたんですか？もう、いい加減答えてくださいよ。あなたが言い出したんですから。経歴25年だって。こんなのばっかりだよ。こんなのばっかりだよ、みんな。アンチコメントまともに受けてるやつって、こういうやつの、こういう尻滅裂なブレブレで何を25年やってるかわかんないやつの言うこと聞いてんのと一緒だよ。誰の言葉を信じるか、誰の言葉に耳を傾けるのか、誰の思考に寄せるのか、すごい重要だよ。俺の話聞けとは言わないけど、こんなのまともに、あ、そうなんだ。外でシャドーボクシングやらないんだってなってるやつ、パッパラパーだからな、本当に。よく目、かっぴらいてみた方がいいよ。やばいやつはどっちなのかだよ。ボクシング習ってたけど、ザム園長ね。ボクシング習ってたけど、シャドウ、トレーナーにシャドウはどこでもできるから、ちょっとした合間でいいからやりなさいって言われた。僕も全く同じこと言われました。要するに、路上でシャドウしてると通行人に見られてロッキー演じられて自分に酔えるんでしょ？あれ？酔えるかどうかの話になったんですか？酔えるかどうかの話になったんですか？もう、ブレッブレでわかんないんですけど、問題点がどんどん増えてくんですけど、何？25年何かを俺はやっている。外でシャドウをやるのは迷惑だから、今度は自分に酔ってる。ロッキーを見てみろ。ロッキーでは外でシャドウボクシングやってる。で、今度は昔は時代が違ったから良かったけど、今はダメだ。で、今度プロには逆らわない。すごいですね。すごいですね、あなた。ブレブレですね。5回ブレてますよ。いいんすか、そんなんで。最初あなたはシャドーボクシング外でやるのは迷惑だ。自分でやれって言ったんですよ。で、今度は何？プロには逆らわないけどアマチュアはダメだ。で、昔は良かった。時代が変わった。ロッキーを見ろ。ロッキー見たらシャドーやってますよ。で、今度何？もうめちゃくちゃなんですけど。ところで20年間、25年間何をやってた方なんですか？もういい加減答えてくださいよ。それだけ聞ければ僕らもう全然お腹いっぱいなんで。片岡清彦さん。で、今度はミュートしてるからコメントが、何？俺の話が聞こえない？笑わせんなよ、本当に。都合のいい耳だな。いや、シャドウをやる意味も分かってないよ、この人は。いや、鏡を見てシャドウをやった方がいいよって言うんだったら俺は分かるよ。それは全員格闘技やった人だったら分かるって言うと思うよ。シャドウは、鏡の前でやった方がいいよ。これは 100% 正しいよ。ただ、外でやる意味がないっていうのは完全に間違ってるから。完全に間違ってる。もう絶対納得できない、俺は。これはもう誰がどう見てもギブった方がいいよ。誰がどう見ても。片岡さんごめんなさい言った方がいいよ、本当に。早めに。
もう嘘を一回ついたらね、嘘が嘘を塗り重なってもうわけわかんなくなるから。いい加減にしろよ、本当に。シャドウはそうっすよね。フォーム確認だから、あの、鏡があった方がいいって言いますよね。それはマジで、そうだと思います。まあ、いろんな肩を力抜いて、握らないでこう、リズム取るっていうのもそうだし、うん、まあ、イメージでもあるしっていう。そもそも、シャドウのやり方がどうだっていうなら、100歩譲ってわかるけど、シャドウやっちゃダメだっていうのは、聞いたことないですね。どうしたんですか、もう。もうコメントがどんどんぶっ壊れてますけど。今度は、俺がかっこいいと思ってる、自分に酔ってる方に持っていきたいんですか？もう苦しいっすよ。もう苦しいっすよ。今度は、俺がかっこいい自分に酔ってるっていう風に言いたいんですか？じゃあ、聞きますけど、片岡さん。路上で一人でシャドウ、わらわらわらって書いてますけど、路上で100人でシャドウやる方が迷惑です。路上で10人でシャドウやる方が迷惑です。普通、シャドウっていうのは路上で一人でするもんなんですけど、僕間違ってます。シャドウ100人でやるジムなんかありませんよ。それこそ怒られますけど。片岡さん、シャドウ10人でやってるところなんか僕見たことありませんけど。あ、グリグリさんハートありがとう。なんすか？一人でやるもんなんですけど、シャドウって。もういい加減やめた方がいいっすよ。もういい加減にしなさいよ、片岡さん。アンチがバカだっていうのがどんどんバレていきますよ。どん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 。100人の前で恥さらしてんすよ。もうギブった方がいいよ。もうドルさんのところでコメント書いた瞬間、タワクでコメント書いた瞬間、あ、片岡だってなるんだよ。あ、シャドウボクシングアンチの片岡だってなるんだよ。うわ、片岡いるよって。うわ、片岡がまたボクシング語ってるよって。ドルさんのところでなんか、また理論唱えてるよってなるんだよ。もう捨てな、そのアカウント。もう手垢がついちゃったから。もうそのコメントで そのアカウントでコメント書くたびにお前は恥をかくんだよ。ねえ。もう捨てな、そのアカウント。爆破しな。もう別の人生を歩みな。サムネも固定版も変えて。いや、もう無理だよ。こんなの。どこでコメント書いても爆笑だよ。本当に。うわ、片岡じゃん。つって。片岡ここ見てんだってなるよ。もう100人全員覚えちゃったから。通行人の女性とかが君のシャドウが怖いと思っているわけ。威嚇行為にも見られる可能性もゼロではない。そういう配慮をするんだよ。通行人の人が、威嚇行為だと思うの？シャドウ？なんで？どうして？誰も威嚇してませんけど。誰がどう見てもシャドウをしてるんですよ。ねえ。どうしたの？あの人私に向かって威嚇をしてるってなる？朝起きて通行人の近所のおばちゃんが、ああ、やめて、警察呼んでってなる？なる？ね。ああ、やめてよ、やめて、警察呼んで、威嚇しないでってなる？ならないでしょ？明らかにトレーニングウェア着て、明らかにシャドーボクシングやってて、なんでおばちゃんが威嚇行為だと思うの？バカでしょ？もう苦しいって。もう苦しい。もう、何言っても無駄、もう。もう片岡、響かないって、片岡さん。でも別に頑張ってるから応援しろなんて思ってないよ、俺は。ただ、路上でシャドーボクシングについて語り合ってるだけだから。ちなみに、じゃあ、カリノさんね、ちなみになんだけど、あの、格闘技やられてますよね、カリノさん多分。カリノさんに、これ純粋な質問ね。一旦カリノさんの主張は置いといて。路上でシャドウやりません？
やりますよね。やるかやらないかだけ答えてくださいよ、狩野さん。その後でちょっと狩野さんのコメント拾っていいですか。狩野さんに質問ね。路上でシャドウやるでしょ。どうすか狩野。はい。あ、どうもどうも。あ、そうです。ありがとうございます。ボクサーが路上でシャドーボクシングやってたらどう思います？純粋な感想を。いや、練習してんのかな。あ、練習してんだなって感じで。はい、すいません。ありがとうございます。おい、ヤマトユンユのおじさんですら、おい、練習してんだなって答えたぞ、おい。ヤマト運輸のおじさんですら、ああ、練習してんだなって、威嚇行為だなんて言ってねえじゃねえかよ、お前。なんだ、お前、普通の人がって言ったよな。なあ。おい。ああ、練習してんだなって、片岡さん今聞いたけど、聞こえた？みんな聞こえた？今。ねえ。普通に、ああ、練習してんだなって思うって言ったけど、どうなの？なんだよ、どこ行ったんだよ。しょうもねえ。いや、意見聞いたじゃねえかよ。お前の意見がめちゃくちゃだっただけじゃねえかよ。ていうか荷物届いた。なんだろう、食品。おー、食品。わ、ありがとうございます。ギフト届きました。嬉しいな。ありがとう。どうやったらこういう思考回路になるんだろうな。25年は何だったんだよ。ポロッと出た嘘を必死に守る片岡。おはようちゃんめぐ。おはよう。最初からそう言ってるよ。和道さん素敵、頑張って、かっこいいですって。最初から素直になれよ、バカ野郎。最初からそう言ってたら喧嘩にならねえだろ。和道さんかっこいい、頑張ってね、素敵ですって。おい片岡、ところで25年何やってたんだよ、お前。お前がここでコメント書く限りいじり倒すかんな。ペコポコランド和道つ、クソかよ、ほんとに。片岡が仲間連れてきたな。片岡が雑談たぬきかなんかかわかんないけど、 LINE グループかなんかわかんないけど、仲間を連れてきたぞ。4、5人集まってきたぞ。で、何？で、何？もう俺勝ったから寝ていい？いや、もういいのいいの、チャンメグ。聞いてた？チャンメグ。最初から聞いてた？ロムって聞いてた？田口さんいるじゃん。ふわっちに口臭い田口さん今やってるから、片岡聞いてこいよ。元プロボクサーだから。おい、片岡聞いてこいよ、田口さんに。口臭い田口さんに聞いてこいよ。この人プロキックボクサーだから。プロボクサーだったかな？格闘技やってるから聞いてこい。原田さんに聞いてこいよ。ドルさんに聞いてこいよ。カズーンさんに聞いてこいよ。バーカ。底抜けのバカだな、本当に。もう悔しくて今日寝れないよ、こいつ。
プル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 震えちゃうよ。捨て子の選手全員に回って聞いてこいよ、お前。片岡清彦25年の真実。いや、聞いてこいよじゃないよ。お前逆にジム行って何聞いてきたんだよ。逆にそれが知りたい。お前ジム行ったことあんの、片岡さん。ねえ。逆に聞きたいんだけど。どこのジムに行ってたの？いや、独学ですけど。俺は9年以上威嚇行為をしてたわけですね。懲役何年ですか？いやいやいや、俺は独学ですよ。あなたは？あなたは？片岡さん。あなたはどこのポジションからものを申してるんですか？片岡さん。僕は独学です。認めます。すべて語ってないです。僕は路上でシャドウして何が悪いってずっと一貫して言ってるだけです。はい。で、片岡さんは、片岡さんの経歴をちょっと伺ってもいいですか？もういい加減。長いんですけど。教えられないんですね。わかりました。はい、最初からそう答えてください。何かを25年やってるんですね。なんで教えたくないのかはちょっとよくわかんないですけど、25年間人にも言えないことをやっていたということで、よーく理解できました。人に言えないことを25年間もコツコツと、お疲れ様です。はい、風船ありがとう、アイテムありがとう、サンキュー。あ、別に結構です。人様に言えないようなことを25年何かを積み重ねてきたということはよーく分かったんで、結構です。僕はやることやるんで、はい。全然問題ないです。はい。じゃあそろそろ皆さん寝ます。ありがとうございました。最後に面白かった人はお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。それじゃあ皆さん、また明日。お疲れ様です。ありがとうございました。おつー、ありがとう。バーガーありがとう。みんなありがとうね。お疲れ様です。今日もいい一日過ごしましょう。アイテムありがとう。